絶対に逃がさん。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。わしが逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。清水しちょらんか。邪魔しよるのジンベイ。任せろジンベイ。逃がさん。まだじゃ。チェロイメン、行くわよ。よう見ちょれ。無駄毛処理。皆さん制裁じゃ。流星火山、悪を許すな。覚悟せ。うわぁ、ハハハ。